県境をまたぐ移動、帰省、旅行、これはもう控えてくださいと。西村大臣は昨日の記者会見でこのように述べ、都道府県をまたいだクラスターが連日報告されていることを明らかにしました。しばらく車旅に行けないので、ピコちゃん号キャンピングカーを使いやすくしたいと思います。ブログや YouTube を見て参考にしました。ありがとうございました。そこでダイソーで買ったマグネットシートを半分に切って、念のために両面テープを貼ってスリットを塞ぎます。夜中に濡れたタオルとか干せるんです。これで運転席からもティッシュが取りやすくなりました。朝はマックスファン越しの日差しが意外に眩しいです。雨の日はカバーに当たる雨音が意外にうるさいです。作ったのが銀マットに面ファスナーを貼り付けて、日差しと雨音が少しは減るかしら。ピコちゃんは岡本太郎を知っていますか？知ってるよ。芸術は爆発だの一発ギャグをする芸人さんでしょ。芸術家と芸人は字の感じは似てるけど違うのです。その岡本太郎が制作した座ることを拒否する椅子という作品があります。座ることを拒否する椅子は本来機能性を重視する家具において、その合理性に疑問を投げかけて使いにくい椅子になっています。一方、スキップのエントランスのドアノブはまるで持つことを拒否するドアノブのような鉄のオブジェみたいです。
そこで、ネットで買ったステンレス製のセーフティーバーです。取り付けです。傘立ては必要だよね。ちょうどいい大きさの傘立てってないんだよね。ないものは作ればいい。ゴジラの海の上、つぶらやエイジの言葉だよ。本来は車中泊をしながら不具合箇所を見つけて改善すべきなのでしょうが、しばらくは県をまたいでの移動自粛が求められているので、次回も気がついたところの出直し編です。